フェリックス・クロフフェリックス・クロフは、キルギスタンの政治家、白引き、フルンゼス出身、ロシア系の多い北部では、人気が非常に高い。元首相、尊厳党党首。1990年12月11日、キルギス共和国最高会議議長に立候補したが、敗北。1991年7月1日、キルギス共和国内務省に任命され、8月の、 クーデターを迎える。1991年8月19日朝、アスカル・アカエフ大統領は、メデット・カン・シェリム・クロフ最高会議議長、ジュマベク・アサン・クロフ KGB 議長、クロフ・ナイム総統、共和国の全指導者を緊急招集した。状況が不透明で、アカエフは、共産党員が90%を構成する最高会議で選出されていたため、非常に狼狽していた。 シェリムクロフ最高会議議長やアサンクロフ、KGB 議長は事態を静観するか国家非常事態委員会を支持することを主張した。ここでクロフ内務省が発言し国家非常事態委員会の行動が意見であり戦勝者を支持することはできないと表明した。彼の立場は決定的となった。当時キルギス内務省は人数に関して KGB 機関及び 軍部隊に優勢だった。会議後直後、中央アジア軍管区司令官、フジェンコ大将は、クロフに電話をかけ、軍法会議で脅しつつ、国家非常事態委員会の命令を遂行するように要求した。これに対して、クロフは、共和国内のすべての重要施設、政府庁舎を警備下に置き、軍の動きを牽制した。百九十九年七月、尊厳党を創設。 2000年3月、犯罪強唆、偽造、職権乱用等の権威で逮捕された。8月、無罪判決を言い渡されたが、数ヶ月後、判決は取り消された。2001年1月、財産没収と中条の階級剥奪を付加する自由剥奪7年の判決が言い渡された。2002年11月、さらに財産没収と 主刑服役後3年間の公務重事件の剥奪を、付加する自由剥奪10年が言い渡された。2004年3月24日、チューリップ革命の群衆により釈放された。革命後、全武力官庁の調整官に指名されたが、全権を返上した。2005年5月から、キルギス共和国第一副首相代行。6月20日から、 選挙キャンペーンのため全権を一時返上した。大統領選挙でのクルマンベクはエフの勝利後、7月12日、再び第一副首相代行に任命。8月に首相代行に任命され、9月1日、ジョゴルクケネ氏において首相に任命された。2006年12月19日、黒府内閣は新憲法の採択と関連して総辞職し、2007年1月まで、 首相代行を務めた。2007年2月、野党、キルギスタンの尊厳ある未来のための統一戦線の党首となる。2008年5月、バキエフ大統領により設置された中小エネルギー、産業発展プロジェクト局の局長となる。ソ連内務省オムスク高等学校、ソ連内務省アカデミーを卒業。名誉希少勲章。 国境警備における優秀さに対するメダルを受賞。2006年8月にウイグル人女性と再婚。前妻のバヤリエバナイリアは2000年2人の娘を連れてアメリカに亡命。弟のディアスクロフはアフガニスタン勤務経験のある KGB の退役中佐である。ありがとうございます。